おはようございます。今日のおすすめです。大物からまずは、はい、1.3 キロの水イカです。これはキロ2000円なんで、あの今日は大号方針です。キロ2000円でいいです。はい、そして、オーニベース 4.6 キロ、これも大物ですね。はい、そして、今日も1匹しかいませんでした。ハマフエフキ 1.8 キロ、これキロ1300円。そして、同じく同じ値段ですね。 0.8 ヒラスズキ、 1.3 のヒラスズキ、これももう本当に量計です。油乗ってると思います。はい、そして目玉ですね、はい、3.4 キロの天然カンパチです。はい、これも、キロ1300円なんです。はい、そして、練り子ですね。練り子の大きいところです。 0.9、0.8 です。以上が今日の大物です。そして次中物、はい、今日のマアジはこれだけしか取れませんでした。本当に貴重な、ま、あのマアジですね。はい、続いて世帯、いつも定番ですね。そして黒鯛、タチウオですね。タチウオも本当に不良です。そして、これも世帯ですね。はい、以上で今日の注文は大物注文ですね。はい、次は続いて小物です。これは練り子ですね。ちょうどいい方です。はい、そして、マガマスに見えますけど、これはあの水ガマスですね。色が若干違います。もうマガマスがいなくなったんで、これから先はもう水ガマスのシーズンですね。焼き物とかに美味しいです。ちょっと水分多いから本当に水ガマスです。はい、そして、エヴァですね、メッキ。はい、で世帯の小さいところですね。はい、で今シーズンはまだウルメが取れてます。はい、コウルメです。そして、あと豆味、今日はあのカゴかきも2枚入ってます。はい、で片干しイワシに、これ平型ですけどちょっと小さいですね。はい、以上です。本日もお買い上げの方よろしくお願いします。